ほど。この詠唱法に紋章の力が加わると理論上はさらに。おいおい、いつまでお勉強してんだ。良い子は寝る時間だろうが。ん？邪魔しないでください、クロード。だってお前ちゃんと寝ないと大きくなれないぞ。余計なお世話です。それと私を子供扱いするのいい加減やめてください。だいたい3つや4つ年が下だからってそれに何の意味があると言うんですか。座学も魔道もあんたたちより成績は上なんですからね。いやいや、子供扱いしてるわけじゃない。これはつまりお姫様扱いってやつだ。さあ姫様、歯を磨いてご就寝ください。虫歯には十分お気をつけて。お姫様扱いでも十分不愉快なんですけど。そうか、乙女心は難しいな。じゃあいっそ除血扱いならどうだ。リシティア殿、剣を取れ。未だ勉強が足らぬなどというならばこの俺と勝負だ。いざ立ち会え。いざ。っておい、せめて何か反応してくれよ。呆れて物も言えませんでした。ほんとあっち行っててくれませんか。わかったよ。でも本当にもう寝ろよ。あんまり無理すると風邪ひくぞ。ああ、それとこの書庫な、最近幽霊が出るって噂だぞ。えっ、ま、何かの見間違いだろうけどな。さて俺は寝るか。私もそろそろ寝ようと思ってたところです。お先に失礼。やれやれ、強がっててもやっぱり子供だね。だからこの地形で敵を迎え撃つなら俺はここで、お前はここだな。え、迎撃の布陣なら私はこっちでしょう。いや、そこはまずいんじゃないか。この地図をよーく見てみろ。ここにほら墓地がある。お前の苦手な幽霊が出るかもしれないぞ。クロード、ふざけないで。これ以上私を子供扱いするなら。ノード、待て待て、悪かった。ここで魔法をかますのは勘弁してくれ。丸腰のあんたを消し飛ばすくらいわけもないんですからね。せめて真面目な話をしているときは対等な立場で接してください。お前のことは対等以上に考えてるって。それだけの力を持ってるわけだから。俺が考えたさっきの夫人だってそうだ。幽霊云々の話はほんの冗談でさ、賢いお前ならわかると思ったんだが、俺の考えた夫人の意味がさ。お前に守ってもらいたい場所は臨機応変に立ち回るための判断力が要求されるだろ。そんな難しい役を他の誰に任せられる。お前じゃなきゃ無理だろ。まあそうかもしれませんね。今までのことも思い出してみろよ。いつ俺が戦いの場でお前を子供扱いした。むしろ俺はお前を頼りにしてるんだ。実力は先生の次くらいに勝ってるんだぜ。そうなんですか。フォドラの大地に誓って嘘なんかつくか。リシティア、お前ほど優秀な仲間はいない。あんまり言いすぎると嘘っぽくなっちまうが、これは本音だからな。わかりました。ではこれからも対等な立場で。私もクロードの優秀さだけは認めてるんですから。弓兵をここに潜ませてから敵を谷合に誘い込めば。リシティア、またこんな夜更けまでお勉強してんのか。あんた、私を子供扱いしないって約束しませんでしたっけ。だから言ってるんだ。そんなに頑張らずともお前はもう一人前のはずだろ。お前ほど優秀な奴なんてそうはいない。俺だけじゃなくみんなそう思ってる。ごめんなさい、私どうしても焦ってしまって。何をそんなに焦る必要があるんだ。少しでも早く誰よりも強くなって
父と母を安心させてあげたくて。以前コーデリア伯爵に会った時、お前のことを自慢の娘だと言ってたぞ。ただ無理をしすぎていないか、それだけが心配だとも言っていた。父さんと母さんを安心させたいなら、まず自分を大事にするべきじゃないか。うん。じゃあ今日はもう休め。体力を温存して、また明日から俺たちを助けてくれよな。はあ、クロードは大人ですね。それに比べて私なんてやっぱり子供。あんたが子供扱いしてくることに文句を言う資格なんてなかったのかも。お？ってことは、これからはお前を子供扱いしても怒らないってことだな。そういうことを言ってるんじゃありません。まったくあんたって。ちょっと見直したのに台無しです。まあ考えてもみろ。俺がこんな風に接するのはお前だけなんだぞ。それはつまり、俺の中でお前が唯一無二の特別な存在だからだ。特別な？それはどういう。どう受け取っても構わないぜ。いや、お子様の思考じゃ難しいか。お子様ですって？まだそういうことを言うんですね。おお、待て待て、謝るな。消し飛ばされるのは勘弁。今日だけは許してあげます。なんだか気分が良いので。よかった。じゃあもう本当に寝ろよ。早く寝ないとお化けが出るぞ。やっぱり消し飛ばします。